ははいこんにちは宝徳東です1月の、えー、中頃の暴落からですね少し相場の方が、えっと、回復してきたんですけれども今ね、えー、1月20日、まあ、午前2時頃の、まあ、ちょっとね相場を見てみると、まあ、全体的に少しこうまたね下げに入ってきているような状況ですね。うんまあでもこの 下がった後と上がってねまた上がったら下がってっていうのをこう繰り返していくのがねこの相場ですのでね、まあ、またこれをしっかりあの踏まえながら是非ねあの冷静な判断で取引をしていってしていきましょうはいえー、それではですね今日なんですけれどもこのね仮想通貨へ投資するべき理由と可能性ということで2018年の1月版ということであの撮っています まあ、なぜこのね動画を撮るかというと、まあね、私自身の、まあ、この1月の半ばまで来た、まあ、振り返りというかあとはあ自分でね学習したことのねこうアウトプットをさせていただきながら、まあ、少しでもねこの仮想通貨というものをこう分かってもらえればなと思います。あとは今日はですね、まあ、こういった形項目ですねえ分けて。 やっていくんですけれどもね、少し若干動画が長くなる可能性もあるんですけれど、その代わりね、中身は少し濃くはなるのかなと思いますので、はい、ぜひね、このあのー、仮想通貨本当に勉強したいな、えー、そういった方はですね、ぜひぜひ、えー、最後まで見ていってください。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、それでは一つ目ですね。まずなぜ仮想通貨に投資するのかというところなんですけれども。 あのまあ、これはですね、まあ、確かに最初は単純に儲かるかな、うん、これでちょっと稼げたらいいなっていう、すごくあの安易な考えだったんですよ。うんまあ、でもね、それはきっかけは何であれ、あのいいと思うんですね。まあ、実際あの、利益が、資産が、ね、10倍になったりということもあるので、まあ、僕自身も、ね、10倍になりましたので、それはそれであのすごくよかったです、きっかけとしては。はい、ただ、それを、ね、踏まえてこう、深くちょっと学びをね、 深めてみると、やっぱ一つ思ったのはですね、この時代というものが。こう、なんですかね、まあ、世界が、こう、変わろうとしているのかなという。ところを、そう、あの、思いますね。うん、この。世界の今変化、時代の変化っていうのは、すごく早いじゃないですか。で、本当に時代の変化っていうのも、この仮想通貨のね、ようなチャート。っていうんですか、まあ、ね。なんていう、だから、ね、指数関数的っていうんですかね、本当に乱高下が。 激しいいじゃないですか物事の浮き沈みとかねもう流行り捨たりっていうのがすごくあの早いので本当にこれってもうどん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 時代っていうのは変わっていってで自分自身がね変化していかないと本当に取り残されていくっていうのはほんねもう強く感じますねはいそれだけにねこの時代の変化がね大きいだけにこの仮想通貨のインパクトって非常にあの ででかいですよ、ねはい、もう今はねもうテレビ CM なんかも始まってますけれどもまあ実際にわからない人からするとね仮想通貨怪しいとかな慣れて、ね、投資だから結局なんかリスキーだなとかね損するでしょっていうふうにあの言う方がいるんですけれどもそれって実際のところこの仮想通貨というものを知らないかまたはあの勉強不足で失敗しているかのどちらかだと思うんですよ。やり方 が間違っているか、そもそもやり方がわからないかっていうね、あのところなんですね。ただ、この現在ですね、まあ日本でこの仮想通貨を使える企業っていうのは、うんと、まあ有名なところでビッグカメラさんとかですよね。あとはまあ、どっかの寿司屋さんが使えるというふうに聞いたことあるんですけど、ただ今現段階でもビッグカメラさんが有名ですが、今後、 これが、ね、日本でもど、ね、どんどんあの実装されて、ね、実装されてきます、はい、これはどうでしょうかね、間違いないと思うんですけどもね、ネット上でも、あのーまあ、モナコインとかね、そういったものでもこう、モナコインで決済できるようなサイトもあるというふうに調べたら出てきたんですけどね、はい、本当にどん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 、この様相は変わってくると思います。はい、で実際、この仮想通貨によって、 このインターネットバブル以来のねこう革命が起こっていると。ね、で、ここに乗り遅れるというのは非常にもったいないと、はい、僕は考えています。この動画をね、見ていただいているということは、本当に仮想通貨にね、投資、この興味があったり、もしくは、もうすでにね、投資されている方がほとんどだと思うので、本当にね、ここは、あのー、しっかり押さえていただきたいなと思います。はい。 では、他のね、動画でもあのお伝えしてるんですけれども、この仮想通貨で負ける人の特徴っていうのをね、少しまとめてみたんですよ。まあ、ね、なぜまとめたかというと、私自身もあの負けたからです。はい。その、もちろん、あの、えっと、含み益で言うと、今、プラマイゼロぐらいですかね。まあ、今、プラスだったんですけど、今回の暴落で一旦落ちてね、それが少し戻り始めたところですけど、この仮想通貨で負ける人の特徴というのが、 えっとねまあったりあとは、ね、調べると、ね、そういった情報出てくるんですけれどもこ、はい、これも、ね、実際にやっってしまったことです、はい、上がっている時にあの浮かれて買っちゃうんですよ。あこれこのまま、ね、上がるなってこれはすごくいいぞいいぞともっともっと上がれということでねすごい浮かれるんですよ浮かれて買ってしまってで、ね、下がった時にあやばい。 これちょっと下がるんで、ちょっと損したくないなって、マイナスになりたくないなっていうことでね、こう、恐怖心で売っちゃうんですね。これって実は、あのー、非常にまずいやり方なんですね。で、実際に、まあ、ね、上がっている時に買って、下がった時に売って別のコインを買ったりとかね、まあ、する、してしまったんですけどね、これっていうのはですこれはですね、実際、あのー、何度もね、繰り返してしまうと、 何て言うんですかね。枚数を減らしてしまうんですよ。この、持っていたコインの枚数が確実に減るんですね。はい。僕も、これをやって、肝心なところのね、肝心な、本当に、自分がガチでね、あの、持っておきたいコインが減ってしまってしましま、しまったんですね。ということは、確実に利益を減らしてしまうんですよ。はい。もうここはね、すごく痛感しました。実感じゃないです。痛感しましたね。 でこれをあの打開するために何をするかというともう簡単ですね負ける人と逆の動きをしましょうというところなんですよもう簡単ですねはい上がっている時に売って下がっている時に下がった時ですね下がった時に買うはいもうあの当たり前じゃんっていう声もね聞こえてきそうですけれどねあの私もね初心者でしたので 最初は、ね、誰でもそうですけどこのねあの負けコースに思いっきりはまってしまって、はい、なのであえて言いますあとはねあのーま、そうですね簡単に言っちゃいますけど「まあ、底値で買うか上場する前に買うか」はいね「簡単に言うなよ」ってねこれもね声が聞こえてきそうですけどこれもねあの実際経験を積んでいけばあのー できはい。底根がどこかなんてね、実際誰も分かんないですし、これも見方があるんでしょうけどね、チャートとかのね。あとはこの上場する前の情報っていうのは無料ではもう、もう決して出回らないですね。はい。ここはお金を払ってでもね、つかんだ方がいい情報です。はい。ここのね、情報というのはね、もう投資における非常にね、肝心な。でも コアな部分ですのでね、ここはお金を払ってでも、ぜひ情報をつかんでください。えっ、ー、とね、私自身も、実際自分に対してこう時間とお金を投資して情報をつかんだりもね、していますので、はい。ではですね、今後のこの仮想通貨のバブルについて、もうちょっと少しちょっと話していきたいと思います、ね。仮想通貨のバブルと言われてるんですけれども、ちょっとね、あのコインマーケットキャップのね、 あの仮想通貨の時価総額を見てみたいと思いますはいここなんですけれどもこの2017年の1月ですね、はい、ちょうどこの辺りはですねあの時価総額というのがたい、えー、1900億円なんですねそれがあの2018年の1月になるとですね 自家総額がですね、約あの76兆円になっているんですよ。はい。これ、コインマーケットキャップの、あの、なんですかね、こっち、このグラフですね、ぜひ、あの検索できるので、ぜひ、自分で、あの、調べてみてください。これって、あの、実は4000、なんですかね、ーセントの急成長なんですよ。もう、ありえないぐらいの急成長をしているんですね。はい。で、その、立役者っていうんですか、 それはですね、この6月にですね、アルトコインですね、アルトコインがすごく急成長しているんですね。はい。あと言われているのは、うう11月にこのビットコインのですね、こうハードフォークの、ね、未遂があって、それですごい急成長しているというふうにもあの、ちょっと情報が入ったんですけれども、このね、ハードフォーク、ハードフォークっていうのは簡単に言うと、まあ、こう通貨のアップデートでもいいというんですかね、ぜひね、ここはググって。 見てくださいハーードフォークです、はい、調べてみてください。こういった形でですね、このもうありえないぐらいの、ね、こう価値が、ね、時価総額が上がっているんですね、この仮想通貨自体の。プラスビットコインだけじゃなく、このアルトコインの、ね、急成長も本当に一躍買っているという感じですね、はい、で実際にこのもうアメリカのね。 あの金融マンたちの間ではですね、この仮想通貨自体があの、金融商品としてもね、最も主流になるという噂ですね。はい。このあたりもね、本当にネットを少しグーグルといろいろと情報出てきますので、実際にねあの、自分で調べてください。もうこれあの、仮想通貨のバブルというよりももう、なんかバブルとはまた異質なものですよね。このあまりにもこの価,格価値のね、 あの時価総額などの跳ね上がりもちょっと異常すぎるので今後どういうふうになっていくのかなっていうところもすごくね注目していますはいそしてこの、ね、なぜ仮想通貨市場は今急成長しているんでしょうかはいこの仮想通貨の誕生ね登場によってこの中央管理型から分散型の、ね、ブロックチェーンへ移行すると言われています でこの中央管理型というのは、ね、何かというと、例えば、まあ、銀行とかね、あとは、まあ、普段ね、皆さんが使っているようなフェイスブックなんかもそうなんですけれども、このね、一度中央の、ね、管理者のもとに全てのデータが集まりますよね。でこの中央の管理者がデータを保有しています。で私たち利用者はそれを、ね、参照しているだけなんですよ。すごくさらっと言いましたけれど。 まあ実際そうですよね。フェイスブック、フェイスブックというこの、ね、媒体をもうみんながこう周りから囲んでね、中央に向かってこう閲覧している感じですね。銀行なんかもそうですね。一つの銀行に対してたくさんの人がこう周りを囲んでいてっていう感じですよね。いわゆる仲介者を通して私たちはこの取引をしているわけなんですね。で、その、これがまあ中央管理型と言われる形ですね。はい。 じゃあ、あのー、まあ、この分散型のね、ブロックチェーンですけれども、うんと、このブロックチェーンのね、ネットワークに、えー、まあ、その分散型と言われるところですね、ブロックチェーンのね、ネットワークに参加する複数の管理者がいるんですよ。ね、その管理者がお互いにデータを分散して保有してるんですね。例えば、まあ、その形で言うと、本当にその、まあ、たくさんのね、 複数の、ね、こう方たちもう世界中にね、えー、いるねこのまマイナーと言われる、ね、人たちの、ね、こう複合体ですよねすごい複合体、うん、この方たちがもうね、えー、データを一人一人がねこう管理したりということで改ざんできなかったりハッキングができなかったりというような感じでもういろんな人たちがデータを、ね、分散して持っているという形です。 例えば、そのビットコインですと、まあ、銀行を返さずに海外へ送金できますよね。まあ、ビットコインに限らずですけれども。はいまあ、これは本当に仲介、ね、こう、この管理、仲介、仲介を返していないので、レス料が安かったり、こう送金がね、すごく早かったりするんですね。例えば、これができるようになると、こう貧しい国のね、あの人たちがですね、ネット とインターネットを活用して必要な、ね、利益を得ることができるようになります。ここは非常に重要ですね。うんとまあ国でいうと、まあ、例えば、まあ、ミャンマーとかね東南アジアあのアフリカの奥地なんかでもねこうネット環境とかモバイルの、ね、端末があればお金を受け取れて、まあ、それこそね人間らしい生活ができるようになるんじゃないですかね。うん、年収100ドル の人たちもいますからね、はい、この本当にねこう搾取され続けるこう資本主義のあり方が変わってくるというここすごく大きなポイントじゃないかなと思いますね。この資本主義を否定するとかそういうわけではなくてそのあり方が変わってくるじゃないかなと思います。なので例えばこの会社とかあとはその株主とかねあとはまあ消費者。 などのこうそのうんな何と言うんですかね、まあ、いわゆる二極化という時代を迎えるんですけど、まあ、その先というのはその二極化というものも、ね、少しこう形質が変わってくるのかなと思いますよね表向きは二極化なんですけどその裏では、うん、やっぱこうネットを使って稼ぐ個人っていうのがすごく増えてるわけじゃないですか。なので、ね、そのでそ質がだいぶ変わってくる はい。変わってきますね。資本主義自体がね、なくなったりすることはまずありえないと思うので、はい。ここはちょっとね、重要なところなのかなと思います。総合すると、この世の中のインフラやね、ビジネスモデルを根本的に変えてしまうテクノロジーだと思います。はい。ここ皆さんいかがでしょうか。まあ実際ね、本当に、まあ、このビジネスモデルとしてもね、 送り人というような言葉も生まれましたけれど本当にいろいろとね本当に変化しままくってますよね、はい、じゃあここでブロックチェーンが目指しているものって何なんだろうというところをここをちょっと考えてみたんですけれどうんとね例えばまあここも、まあ、今の日本というかねこの世の中というのは働かざる者を食うべからずですよね、はい、働かなければ そのまあ、お金がもらえないのでねもちろんこうご飯食べることができないのでその場合にはもう生きていけないよねっていう時代ですよねもうこれは、まあ、もちろん昔はるか昔からそうなんですけれどもこれってでも結局その、まあ、会社に勤めて自分じゃない誰かにずっとねサービスをし続けてで定年を迎えてこう人生を終えていくっていうそういうねちょっと、うん、言い方は ともあれ、誰かにねこう尽くしてやりたいことをね我慢して生き方を決められるこの資,本主義社会資本主義社会のこう歪みがね表面化している感じがするんですよ。あのブラック企業の問題とか、うん、ありますよねこう残業だとかねこう自殺問題とか。うん、で本当に日本ってね自殺 の数こう何ですかねやりたいことをって我慢して我慢してでねいい大学出ていい会社に入ればいい人生が送,られ,る、ね、送れるという,こう誰かに生き方を決められているようなねそういうところってすごくあるじゃないですか。うん、もちろんね私もサラリーマン経験もありますからねそういったところすごく。 疑問に思ってたんですけどその何が疑問なのか全く分かんなかったんですけどねは <laughs> い嫌だなって会社嫌だなって思ってたんですけどそれってなんで嫌なんだろうっていうのは全然考えなかったですねただ仕事が嫌だ嫌だっていうのはそれはただのわがままじゃないですかうんだからいい大人が仕事嫌だなっていうのがなんか変だなっていう <laughs> この不思議なね感覚だったんですけど、うん、でも今はなんとなくそのあやりたいことを我慢してたんだな本当に自分らしく生きたかったんだなっていう そこに今ちょっとたどり着いたところなので、うん、ここもちょっとね、深いというか何て言うんですかね。こう、本当はほとんどの人はあの好きなことをしてね、幸せに行きたいはずなんですよ。これ間違いないですよね。好きなことやりたいですかって該当アンケートを取ったら多分ほとんどの人がもちろんって言うと思うんですよ。うん、ただでもね、とかね、うん、仕事しなきゃねっていう風に、こう、 ね、言葉が出てくると思うんですけどそこを、ね、本当に自分らしく生きたいはずなのにじゃあなぜその行動を起こさないかっていうところはまた、ね、別の機会に話すとしてこの世界中の人がですねより良い、ね、本当に人間らしい生活を送れるようになるためにこうブロックチェーンが生まれたんじゃないかなと。はい、どうでしょうかね。本当に 中本さただそのこの仮想通貨のえ、えー、2009年ですか2008年の11月でしたかねこの論文がね中本聡さんからこうインターネット上にこうアップされてそれからこう共感するね人たちが集まって今の時代の流れが来てるわけなのでね仮想通貨の流れが。 本当にね、こういった形の考えの人たちが本当に集まって、今、こう、アルトコインなどもね、生まれてますし、本当にそういった熱量が本当にアップしているなというふうに思いますね。本当に資本主義のこう歪みを取りたいのかもしれませんね。はい。で、この世の中のね、あの、人の、まあ、働き方というか、ね、まあ、ピラミッドでもしね、 まあちょっとこれあの図が書けないんですけれども、もしピラミッドがね、三角形のピラミッドがあったとしたら、一番上に資本家、二番目に投資家、そしてね、三番目に経営者がいて、四番目に労働者ということで、人口はね、あのー、上から下に行くにつれてこう膨れ上がっていく。ね、これはあのどうしても世の中の,あの形ではありますよね。はい。その中で、うんと、まあ今ね、実際自分たちが使っているこの Google とか、 ね、検索用で使ってますよねあとはねフェイスブックもねソーシャルメディアということで結構単純な理由で使ってるじゃないですかでも実際このグーグルとかフェイスブックはねあのただの検索サイトやソーシャルメディアなどのね便利ツールじゃないんですね何かというとこう個人のね情報を売ってるっていうふうに聞いたことありませんかはいこのこと言っていいのかな <laughs>、はい まあ、あの個人情報を売っているというとね、ちょっと聞こえは悪いんですけれども、実際はね、そこで結局収益が上がっているわけじゃないですか。うん、であと、プラス、まあ、銀行なんかはですね,ね、自分たち、私たちの、ね、こう預金を運用して、こう20%ほどの、ね、利益を得ているわけですよ。はい、ただ、Google や Facebook、もちろん Google、ね、は無料のサービス、 などどですすごい、ね、価値価提供をしてますけれども例えばフェイスブックや銀行なんかはですねこう末端使用者っていうんですかねあのエンドユーザーの私たちは、ね、何の取り分も得られないですよねもちろんサービスはあの得ているんですけれどももうこのちょうどね上のね資本家の方たち広告費がいったり自分たちの情報を運用したねあの利益が得られているわけでこのね まったんで、ね、使う人たちというに還元されるものってやっぱ少ないじゃないですかサービスはもちろん還元されるんですけれども金銭的なななななものってもうずっってずとと上に上にがりっぱなしなんですねあの不公平じゃないかなとその不公平を是正するためにこの資本主義のからくりを、ね、知っている人たちがブロックチェーン技術を活用してうんと、ね、消費者の貢献度ですねに対してこうトークンをね支払ったりできる仕組みを作っているんですね。 実際のフェイスブックのね、あの、ザッカーバーグ氏も、フェイスブック独自の仮想通貨をね、ちょっと考えようかという、そういった、ね、発言もありましたよね。はい。本当にこういった方たちが、この、動き出して、実際にね、アルトコインなんかも生まれてますしね、本当にそういった今、世の中の動きが加速しています。 で消費者の貢献度っていうものなんですけど、この Facebook に投稿するっていうのも一つの、まあ、労働に値する場合がありますよね。はい、Facebook で実際収益得てる方もいますし、そういったものに対してこう支払いが、ね、できる仕組みづくり、これができるとすごくいいですよね。はい、あとはね、バリューなんかのこう面白い仕組みも出来上がってね、できつつ、あのまとまりつつありますのでね。はい 楽しみになってきました。では、ちょっとまとめていきます。はい、この仮想通貨はね、すでに新時代の在り方を形成し始めています。これ多分紛れもない事実ですよね。はい、あとは、この資本主義の歪みをね、是正する可能性をですね、多くの人が求めているとあの非常に感じます。もう、なんとか、なんとかしたいと。も明日仕事行きたくないと。はい もう会社なんか辞めたい。ね、嫌な仕事はしたくない。もう山奥にこもってね、ネットとアマゾンがあればもうそれでいいみたいな。<laughs> いいじゃないですかね。はい、あとはですね、まあ、今後ね、あの本当に労働だけの収入だと非常に厳しいんですよ。これは誰も感じていると思うんですけどね、一つだけの収入だとね、もうあなたに何か怪我とか病気があった時きに、そこで収入がなくなりますよね。 でですのでこの仮想通貨を持っているだけでもねこう価値はどんどん上がっているわけじゃないですか上がり下がりはありますけど本当にねあの1万円分でもねこう仮想通貨あのを買っておいてもう1年間こう寝かすだけでも価値は上がってたりするじゃないですか100%とは言えないんですけども今その流れですよねでそれをやっぱり世の中の人が求めているんですよ これもあの紛れもも紛ななない事実なのかなと、はい。世界中がこの、ね、資本主義のあり方に疑問というか言い知れぬねものを感じているわけでそこをこの仮想通貨がどういうふうにね変えていくのかっていうのはすごく見てみたいなと見届けたいなっていうのは僕の本音ですね。はいまあ、今回ね、まあ、ざーっと話してみたんですけどね、あのー、すごく実証的な。 話ばかりですいません、はい、ただ本当にこの可能性そしてね、まあ、投資するべき理由になるかどうかはあの本当にあなたの、ね、自己判断にお任せしたいんですけれどとにかくね2018年1月ねまだまだ始まったばかりなので一旦ここに記すための動画とさせていただきました。はい、それではねあの仮想通貨への、ね、投資資金の作り方これ主に、ね、物販になるんですけれども 本当に今、物販もね、すごいいいノウハウがありますので、すごいですよ。はい、で仮想通貨の、ね、コミュニティの、ね、情報なども取り扱っています。本当に、ね、無料、有料、いろんな、ね、あのコミュニティがあるんですけれども、も本当に自分で、ね、情報をしっかり、ね、お金を払ってでも掴んでいかなければ、あのね、この投資という世界では勝つのは非常に難しいかと思います。私自身もね、実際そうです。無料の情報で 勝てる人っていうのはね、やっぱセンスがあるのかなと。あとはあのすごく非常に勉強しているんじゃないかなと思います。はい。僕も有料情報、無料情報、しっかりね自己投資してうまく使い分けてますのでね、そこもぜひあの気になる方は宝得とラインアット、えー、こちらアットマーク小文字の x j 9数字の9026小文字の a こちらにねぜひ連絡してください。今本当にたくさんのね方々から方たちからね。 え連絡をいただいてましてね本当にありがとうございます。質問もねいただいていますので個別にしっかり、ね、対応させていただいてますのでね、どしどしご連絡ください。お待ちしております。はい。えー、長々と長々と喋ってしまいましたけれどもね、えー、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。